こんにちは、まるさんです。皆さんいつも動画を見てくれてありがとうございます。このねラボットのパチ君と一緒に雑誌を紹介する動画を上げてます。今日紹介する雑誌はこれ、宇宙船。いやいくつになっても好きなんですよ、こういうのが。と宇宙船はね、基本的に年4回出ます。これはボリューム169サマー2020夏号です。もうね、表紙見るだけでワクワクしちゃいますよ。仮面ライダー01、それからウルトラマン Z、 あとほら キングジョーみたいななんか、それと新しい仮面ライダーセイバー。ちょっと中見てみますね。まずね、最初にねこの折り込みでポスターついてるんですよ。これがかっこいいんだな。切り抜くのもったいないんだけどね。まず出てくるのが仮面ライダー01のビジュアルいっぱい、02とかね、それからアーク1とか出てくる。8月でもう終わっちゃうのかな、仮面ライダー01はね。もうあと残すところ1回2回ぐらいの放送だと思います。でもね、肝心のね最終回に向けてのビジュアルはここには出てないの。しょうがないね。いやすごいな。伊豆が可愛かったんだけどね、このアズの悪女っぷりがまたなかなかいいよね。というのが仮面ライダーセイバー、仮面ライダー01ですね。で01が終わって次の令和仮面ライダー第2弾、剣と本を手に切り開け世界、仮面ライダーセイバー。なかなかね真っ赤で、ああなるほどね、黒と赤と白っていうのは結構ね日本和テイスト、日本カラーで、これは本と剣で変身する仮面ライダーだそうです。キラメイジャーもあるね。でそれからこれですよね、仮面ライダーではなくてウルトラマン Z。 でこれが年4回出るんで、実はその前のね宇宙船にはこのウルトラマン Z の情報がほとんど出てなかったんじゃないかなと思います。なので今回てんこ盛りです。もう本当に最初にウルトラマン Z 見始めた人から見て全然面白い、もうすでに10話まで見ている人にとってはかなり振り返り感があります。例えば本当に、6月にあった、オンライン発表会ね、まだ放送開始前の YouTube 動画の解説っていうか発表会レポートも出てます。なんか懐かしいっていうのと、それから最近ねこの地球防衛軍ストレージのが回収したキングジョーの話題まで出てます。うん、結構最初から最新まで振り返りにはちょうどいいぐらい。と夏川春樹、ウルトラマン Z に変身する夏川春樹役の平野宏周さんのインタビューとか、それからストレージのヒロイン松田里真さん、それから黒木光さんの対談ね。なんといってもね、青柳さんですよ。青柳高也さんかっこいいな、ジャグラーかっこいいな。で田口清隆監督ですね、やっぱこれすごい。でね、これはね買った人だ、見せたいぐらい、キングジョーを、その地球防衛軍回収して、対怪獣ロボットに改造するんですよ。でどういうふうに改造するかっていうね、この写真がねもう盛りだくさん、やばいなこれ。でキングジョーってほら4つに分かれるんだよね。でそこもちゃんと取り込んで、地球防衛軍の対怪獣ロボットに改造します。キングジョー、名前言っちゃうかな、キングジョーストレージカスタム、やばい、かっこいい。ということで、ウルトラマン Z の記事が出て、あとグリッドマンがちょっと出てますね。それと劇場版のウルトラマンタイガー今やってます。それから、ネットフリックスでもやってました、今地上波でもやってる、あ BS かなやってる、ウルトラマンの、アニメーション、CG アニメーションの。この宇宙船という雑誌は結構ね、その特撮に関してアーカイブというか昔の資料的なところも結構あるので、そこも見どころですよね。あロボコンも出てるね。坂本浩一監督やっぱすごいな、出てくるな。それ以外の海外新作映画の、情報が出てます。これね戦争映画なんですけど、ミッドウェイっていうすごい映画がやってきます。この後ね、パンチ君見たい。それから洋画ものでたくさんありますね。バットウーマン、これもあるのか。このねロボ A112 っていうの、これもちょっと面白そうだね、パチ君ね。どうしたのそれ、アップデート中、目が砂時計になってるよ。特撮最前線、東京駅キャラクターストリートにオープンした仮面ライダー専門店、
もう紹介されてます。いろいろ面白い自由が丘で、ね、これかっこいいな。美女と怪獣ってね、絵と文西川真嗣さんが描いてる美女と怪獣っていう、イラストと文があるんですけど、なるほどね。あのメカゴジラ、キリュウの方な、キリュウの方のメカゴジラの八代亜紀、それから、メカキングゴジラエイミーカノ、それからあの時スーパーメカゴジラ三枝美樹、それとこの原口智夫さんのコレクションの写真がね、いいんだ。これはまたね、この辺ってあれじゃないですかね、アニメ特撮アーカイブ機構さんとかが扱うのかな、扱うのかな、これ、ね、70年代特撮映画を支えた航空機たち、飛行機とヘリコプター、それからこれで、ね、造形界の巨人を忍んでということで追悼、海米映像さんの記事、追悼記事ね。バランとかすごいな、タッコングとか出てくる。はい、そんなわけで帯ジャパンムック、宇宙船ですよね、機関式宇宙船、これね定価1800円プラス税だから1980円、なかなかね読み応えあります。あの毎月じゃないです、年に4回出るので、このぐらいの金額出してちゃんとしたこう特撮のアーカイブ資料としてあるといいかなと思っています。宇宙船おすすめです。パシコも見る、ロボット出て、ロボット